おはようございます。オンザウェイジャーナル水曜日、天の NPO 代表の工藤康史です。今日はスタジオにゲストをお招きいたしました。日本総研調査部主任研究員の西澤和彦さんです。西澤さんには僕たちの天の NPO のマニフェストの評価で社会保障の分野を担当してもらっているんですね。西澤さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、今日は西澤さんをお迎えして議論したいと思います。今日のテーマは、日本の社会保障、本当に持続可能なのですかということですね。で、実言うと、これは2週前ですね、私が必ず社会保障の問題を議論しますというふうに皆さんに約束して、まあ、それで今日は最強のサポーターを呼んで、その議論することになったんですが、今僕たちが日本の未来を考えるときに一番考えなきゃいけないのは2つあると、その時も言ったんですね。一つは日本の財政破綻の可能性が出てきていると、このままではですね。もう一つは、やはりその日本 の超高齢化、それからの人口減少という問題をね、これ本当に真剣に考えなきゃいけないんじゃないかと。にもかかわらず、政府なり政治がね、この問題に対する対応を非常にこう、やっぱり中途半端にしていると。まあ、怠慢だなと思うところがあるんですね。で、ということで、この問題をちょっと今日は中心に考えたいと思ってます。社会保障って言っても、医療の問題、年金の問題、それから介護とか、そういう問題が全部あってですね、これはほとんどが、今の現役世代の人たちがですね、高齢者、特に高齢者の人たちのサービスを負担するお金を出しているという、まあ、支え合いの構造でやってるんですね。で、そうなってくるとですね、人口が減少して、お年寄りが増えてくると、このモデルっていうのが非常に難しくなってしまうと。そのほころびがかなり出てきてるんですね。で、この前政権交代を行われた時に、実はこの年金社会保障問題というのは非常に大きなテーマでした。それで民主党はまさにこれを抜本的に変えなきゃいけないということをおっしゃってたんですね。にもかかわらず、その後政権交代したこの1年余りを見ますとね、年金改革とか社会保障の話が、なんか急になくなってしまった気がするんですが、西澤さん、このあたりはどういうふうにご覧になってますか？そうです。この社会保障の話というのは、まあ、限られたパイの中で、誰からお金を取って誰に与えるかという話ですね。パイが増えない以上、誰から取るかということを、きちんと取られる人からに説得しないといけないわけです。それは非常に骨の折れる話であって、政治的にまあそれを避けたいんでしょうね、政権与党になっている以上、ですからその議論が非常に停滞しているんだと思います、ただ政治がやはり政治というのはその今 その政策のアジェンダというのは課題から逃げられないわけだから、政治がその怠っているということは実態の状況って非常に悪化してくるんだと思うんですね。今年金とか医療とかですね、この社会保障の現状というのはどのふうに悪化しているんでしょうか？簡単に言うと、そうですね、この超少子高齢化と、あと、まあ、雇用の、まあ、流動化、多様化、非正規の増大などが、まあ、社会保障を直撃しているわけですね。というのも、現役の所得の一部を高齢者の医療や年金に移転しているわけであって、その現役が少子高齢化で減っている。そして、現役の雇用自体が、この大卒の内定率が非常に低いというのもありましたけれども、現役の雇用自体が悪化しているわけで、現役から所得の一部を高齢者に移転するというシステムが非常に機能しにくくなっているというところですね、そうですね。すると多分その中でさまざまな制度とか仕組みが壊れ始めているのが見えてくると。で、実は2004年の時もこれはもう西田さんとずっと僕も一緒にマニフェスト評価でやってたんですが、まあ、年金の改革があったんですよね。このままだったら年金がもう年金制度っていうものがもう破綻していくんじゃないかと。当時は国民年金ですか、その未納っていうか、それも非常に増えてましたしね。そういう形で制度に対する信頼も失われてたと。それでなんとか100年を持たせようということで、給付は抑制し、それからその、まあ、その年金保険料とか、それごとは、上げていくということを決めましたよね。で、なんだかその値上げの方だけはちょっと動いたんですが、その後こう、なんか経済も悪くなったのかわかんないんですが、給付の抑制がほとんど効いてないっていう状況で、2004年のその改革は、なんかちゃんと機能してないような感じしてるんですが、どうなん状況なんでしょうか？機能してないです。その柱は3つあって、工藤さんが言われた給付の抑制と保険料の引き上げ、もう1つが、基礎年金という全国の共通の年金の国庫負担の引き上げ、これは、まあ、毎年2兆5000億かかるんですけれども、この財源の目処が立っていない。ですから、3本柱のうち2つが、できていないわけですね。まさにそうですね。基礎年金のその2分の1っていうのは、本当は自民党公明党政権がついてたら、来年から消費税が上がって、その 2.5 兆円が入るって話になってたわけですよね。そうです。
だからそれが今ないとすれば、そのお金はどこから2分の1はやるわけですよね。2分の1はもう今すでに2009年10年ってやってるんですけれども、はい、いわゆる埋蔵金から捻出しました、うん、で来年以降は目処が立っていないわけで、うんうん、ですので来年基礎年金を配るお金の一部がもう目処が今立ってないような状況になるわけですね、うん、今もう11月終わろうとしている中で、うん、ということはですね、今言ってたその自己民生時代にですね、年金は100年安心だって言ってたんですね。それがその中の3つのうちの2つが機能してないと。ということはどういうことかっていうと、それ100年間のこれ財政のバランスなんですね。入りと支出。それがつまりうまくいってないということで。うまくいってない。ということは、その今の、しかし給付っていうか、今のお年寄りに対しての年金の給付はきちっと守られてるわけですから、その資金源は将来の若い世代とか、これからの人たちに、どん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 こう幸せをしていると、そういう状況なんですか。はい、そうです。給付水準はむしろ上がってしまっていて、うん、で本来将来の世代が使える今の積立金を先食いしてしまってるわけですね、うん、で政治はそれをきちんと問題として認識してないと、うん、与党も、それを作った野党も問題提起すらされてないと、うん、そういった状況が放置されていると、うん、でこれは非常に専門的ではあるんですけれども、うん、こういった状況が続いているというのは国民も皮膚感覚で分かっていると思うんですよね、うん、きちんと問題があるのに、うん、その政治が認識問題提起すらできていないという、うん、それがその、まあ、社会保障将来に対する不安の、うん、根底にあるんじゃないですかね。そうですね。若者層も含めて、さっき雇用の流動化の話もあったんですが、未納がやっぱり多いですよね。4割ぐらいありません？そうです。まあ、もっとあるんですか？あります。国民年金って、まあ、2200万人ですかね、うん、第1号被保険者って言うんですけれども、うん、これの納付率が6割を切ったんですね、うん、足元で、うん、ということはもう半分近くの人が信用、まあ、信用っていうか、その信頼されてないという状況が、まあ、あるわけですね。ありますし、うん、またその制度的に所得に関わらず、うん、まあ、一定額の保険料負担なので、うん、払いにくいというところがあるんですね、制度的に、うん、でこれは直さなければいけないというのはずっと前から言われてるんですけれども、うん、ここも、全く手つかずであるという。なるほどね。一番問題なのはあれですよね、その民主党政権になって自己民政権の時にそれがおかしいと言ってたことがですね、どんどん悪化してるまま放任されてるっていうことは良くないですよね。全く良くないですね。だから年金財政っていうその再試算っていうのはやってるんですけど、次は2014年ですよね。13年でしたっけ。この間そう2014年です。そう、菅政権の終わった翌年じゃないですか。ですよ、任期終わったってですから、任期の後ですよね。ということはこの政権中にですね、今行われてる年金制度の問題点を国民にきちっと説明してね、それに対してどうするかっていうふうなチャンスがないわけですよね。もしくは2014年にやるとすれば、それもおかしいと思いません？そうです。その民主党が政権に就く前は、うん、このミスター年金だった長妻昭さんとか、うん、まあ、山井和則さんが、うん、その2009年の2月に出されたこの自公政権の下の年金の将来像の姿、数字がおかしいと、うん、もう楽観的すぎると強く批判してたわけですね、うん、でまあ彼らが政権について大臣政務官になって、それをもっと保守的なね、うん、姿で将来を示す、まあ、チャンスが巡ってきたのに、もっと積極的にやるんじゃないかと思いましたよね。何にもしないと、うん、どうしてしないんですか。怖くなっちゃったんですか。そう、おそらくですね、その保守的な経済前提や人口の前提で年金の将来像を示すと、うん、まあ今よりも悲惨な姿が現れるわけです、うん、当然、うん、特に高齢者にとって、うん、そうすると彼らは手を打たなければいけない、うん、で手を打つということは高齢者に年金の一部を我慢してもらう、増税をするということに、うん、まあ、つながりますから、うん、それをするまで の、うん、その遊戯責任感、うん、義務感というものがなかったんでしょうね、うん、菅政権は社会を強い社会をしようという形で、まあ、こういう問題をですね、解決しようという意識は言ったんですが、ほとんど手はつけられない。で口をつぐんでしまった。一方でじゃあ自公民の人たちもね、自分たちが作ってた100年プランが今うまくいってないということを認めなきゃダメですよね。ただその民主党だけを批判するだけじゃなくて、だから政治がこうみんなこうなんていうか、今やってることがおかしいんだと、これを認めないと全てのドラマが始まらない感じがするんですが、そういう議論は国会ではありますか。全くないです。その自公政権で作った年金プランというのは、うん、
政治家が作ったわけではないですね、うん、その厚生労働官僚が国民にも政治家にもその給付抑制で負担増だるということを分からないようにまあ仕組んだわけであって、それを100年安心というまあオブラートに住んできたわけですよね。ですから政治家自身が作った案でなく、で多分多くの方は理解してないと思うんですよ、うん、ただこのままいったら若い世代にどんどんツケを飛ばして自分たちだけが受ければっていう、そういう雰囲気になっちゃいますよね。ですから、うん、ですから本当官僚も、うん、その与党野党の政治家に、うん、こういう問題点があるということをきちんと言わないといけないです、うんうん、今の安心プランっていうのは破綻してると。だけど実際的に抜本的に変えないとダメだっていうことですよね。さっき言ったあの今のその社会保障の全ての制度が現役世代が高齢者を支えるというそのまあ支え合いの構造なんですが、それがやっぱりそのどんどん高齢者が増えていくわけですから理論的にも難しいですよね。人口の推計で見てるともう何十年後にね1対1で支えると、今 3人が1人で支えて、昔は10人とか7人ぐらいが1人だったのが今3人ぐらいで1人だと、で1対1で支えるっていう構図っていうのは誰でも無理だと思うじゃないですか。あのだからそれが分かってるのにそのやっぱ今の状況を認めないだけではなくて抜本的な手を打たないってことになると、この国の未来がかなり厳しい時代になると思うんですが、どういうふうにこれは考えていけばいいんでしょうか。そうで、うん、まあ、今年金の話しましたけど、医療もみんなそうですよ、みんなそうですよね。例えば後期高齢者医療制度、うんうん、で国もやりたくない、うん、都道府県もやりたくない、うん、市町村もやりたくない、うん、みんなその財政的な負担になることを恐れて、うん、そのみんなやりたくないっていうのを、うん、各所で繰り広げてるわけですね、うん、抜本的な解決が無理なので税金を投入し、一方でその取れる現役世代からお金をつないで、なんとか応急措置でね、すべてですよね、介護もその今の医療もすべて。だからそれがいずれダメになりますけど、だましだましでやってる状況じゃないですか。でそれで今度税金が投入で今度日本の財政破綻の方につながっていって、その社会保障の増の 1.3 兆円の自然増は今それを止めようっていうよりも放任してるからどんどん国債が増えていくと、もうなんかこう悪のこうスパイラルっていうかね、大変な時代だと思うんですが、これだから抜本で変えなきゃいけないという局面来てるんでしょ。そうです、その健康保険も、うん、年金も、ですか、1980年代の初めくらいからですかね、うん、まあ、騙し騙しその対処 してきたわけです、ね、うん、既存の制度を変えないでちょっとずつお金を融通してみたりしながら、でもそれがいよいよ限界に来てると思いますね。ですから一つのこの主義主張プリンシルのもとに新たに制度を作り直すと、これは国民が誰が見ても分かりやすい制度を作って、その上できちんと負担増を求めるという路線にしてきませんと、騙し騙しをいつまで続けていくのかということだと思いますね。非常に良くないのはこういうその時代状況の時っていうのは政治がやっぱりできないことを約束するんですね。給付は守ります、それからその、ね、例えば保険料は上げませんと。それはその僕たち有権者にとっては非常に居心地がいいんだけど、居心地聞きやすいんですが、それは通じつまがありませんよね。やっぱりサービスが増えると負担は誰かがしなきゃいけない、そういう当たり前の現実がかなり巨大な額になってしまおうとしているとという状況なので、するとこれは有権者もやっぱり事の重要性っていうのも考えなきゃいけない局面に来たっていうふうには言えないでしょうか。だいぶ前に来てると思いますが、うん、はい、もう手遅れですか。今度次選挙がある時が、うん、ラストチャンスと捉えた方がいいですね、うん、その時にその政権与党は具体的な時間軸、うん、負担増の、幅をきちんと提示して、うん、国民に受け入れてもらいながら選挙突入をしないと、うん、結局その選挙の時にですね、またみんなハッピーですねと、うん、みんな幸せですと、負担もないですよと、うん、言ったような甘いことを言って選挙突入したらもう、うん、終わりかもしれないですよね、うん、終わりっていうことはどうなっていくんですかね。